三階の滝、尾又峡は、秋田県北秋田市森吉にある渓谷。森吉ダムの上流にある尾又川一帯を指し、全長は約6キロメートルある。手付け数の原生林が残る県の名称で、無数の幕府や淵が見られ、喧嘩最後の秘境とも歌われる。特に三階の滝はハイライトで、落差約2 0ル 三段に分かれて流れ落ちる急流が岩を噛む名所。太平湖三階の滝の間は散策道が設けられている。他に極滝、下の滝、穴の滝などがある。三階の滝より上流の単所には本格的なトレッキングとなる。古くから太平山は神霊が宿る聖地として知られ、小股橋はその最たる場所であった。 特にマタギには神の沢と恐れられ、自ら近づくことはなかったという。そのため、近年になって、ようやく発見された滝や巨木が無数に存在する。おまた峡と命名されたのは、1939年7月である。元前田小学校教諭の工藤忠氏は、大橋良一が命名した親滝を最上流として、最下流の小滝まで37個の滝があり、 小ぶつけ沢やかの沢等の支流が本流に落ち込んでいるのを加えると滝の数は総数40個であると数えている。さらに工藤氏は尾又峡谷を3つに分けて説明している。第一は町の沢合流地点からかの関までで平水時は川床を自由に歩み渡るできる地域である。里の人が岡間と呼んでいるなる滝は 流れがすべて最後の大穴に入り込むが流出場所を見ることができない滝である。流人が潜むとして、水をけがすときは大雨になるという俗心がある。かの石は一見人工の溶水路のようになっていて、幅2メートルほどの水深2メートルから7メートルの川が百数十メートルほど直線上に続いている。第二は、かの滝から親滝までで、 三階滝や五階滝はじめ無名の滝がいくつもある。体内と呼ばれる流れは川が4メートルほどの自然の岩盤上の岩盤によってせき止められ、流れは不気味なほど静かだが、水量は満々として断崖の下に押し迫るように流れている。第三の親滝から岩名沢合流点までは近距離だが盆地内を流れる渓流で、 火山の噴出した泥流が運んだ巨岩が川床に無数に転がっていて得意な景観を示している。太平湖まで車を利用し太平湖を遊覧船で横断するのが一般的である。この遊覧船は古城建物よりも都線の要素が濃い。公共交通利用の場合は秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線のアニマエダ温泉駅より 遊覧船のリバまでタクシー利用。太平湖、グリーンハウスから太平湖遊覧船を使って、おまた桟橋に移動してから各地形への距離は次の通り。このほか登山、沢登りの装備と経験により、ルートがあるが、危険を伴い一般的ではない。森吉山ダムではないので注意されたい。森吉山ダムよりも、さらに上流に位置する。 兄の土と、人、工藤由志郎、1987年、P30 アニマエダ5作葬儀の当事者当時、大館中学校教諭心得でもあった、渡辺誠一郎、のをかける夢、小野進、伝、先駆け新書、1990年。ありがとうございます。